皆さんこんにちは、ともみです。よろしくお願いします。今日は報告があって動画を撮ってます。この度妊娠いたしました。よろしくお願いいたします。不妊治療クリニックに通って無事に妊娠しまして、もう3ヶ月目になるというところで、安定期にはまだ入っていないのですが、まずは報告させていただきたいなと思いました。今日7月1日にアメブロ、インスタグラム、ツイッター、X で妊娠したことを報告させていただきまして、 YouTube でもずっと闘病の時から発信していたので、そんな私が妊娠までできたよっていうのを改めて報告したくて動画を撮りました。不妊治療クリニックに通うにあたって、自分は妊活をするということで特効薬止めてました。今年結婚式をして新婚旅行をして、そこで自分の区切りをつけました。それが終わったら薬を止めて妊活できる状況に整えて不妊治療に通ってっていうスケジュールをおおよそ立てていて、で、まあ、案の定いっぱい楽しんだ後のこう特効薬を止めるっていうことが結構体調にガツンときていて、あんまりアクティブに動けていませんでした。ただそれでも負けないで徐々にこう戻っていく自分の症状もまあまあきつかったんですけれども、なんかそういうのを乗り越えるというか、もうやるしかない、前に進むしかないっていう感じで、結構我慢をしながら生活していて、でそこに加えて不妊治療のホルモンの治療だったり採卵の手術というか手術してめちゃくちゃ痛かったりとか、すごい辛かったので、その経緯もまた改めて発信できればなと思います。闘病の生活だったり、こう青森で入院してる時からずっと配信していた YouTube だったんですけど、最近全然更新できてなくて申し訳ないです。今後はプレママとして妊婦として今はつわりがすっごいひどいので、そこを乗り越えなきゃと思うんですけど、楽しい妊婦生活も SNS を通して発信できればいいなと思ってます。そこは自分が楽しく頑張らなきゃいけないなと思っているところなので、やりたいなと思います。いろいろあってこの YouTube も多分6年目ぐらいになるんですが、最初から応援してくれてる方や、違うアメブロだったりインスタだったり違う媒体から遊びに来てくださるもいらっしゃるし、まあ、たまにチクチク悪口書いてくる人もいるし、なかなか YouTube 面白いなと思ってます。だからこれからもちょくちょく更新していこうと思います。ということで、まずは妊娠の報告でした。じゃあ一旦失礼します。バイバイ。